まずエアコンの電源をオフにします。必ずコンセントからプラグを抜いてお部屋の換気を行いましょう。次にエアフィルターを外します。露出したフィンにはホコリやカビの胞子がいっぱい。スプレー缶の爪を折って外した後に必ず5、6回以上強く振ります。フィンから5センチほど離してフィンの向きに沿ってスプレーしましょう。エアコン洗浄スプレーは1本で1台分。スプレーした後は10分程度放置するだけ。洗浄水は排水管より出てきます。いつも通りに電源を入れたら洗浄、除菌、消臭、そして防カビ効果でお部屋はすっきり爽やか。ラクハピアースエアコン洗浄スプレー防カビプラスをぜひご活用ください。